ここに魔法の穴があるんですけども、これがどうして魔法の穴かということを今から決めます。この魔法の穴を写真の上に載せて、黒いものの上に載せると、なんとなく穴が開いているように見えますよね。では、この魔法の穴をよく見ててください。魔法の穴が一人でに動き出します。そしてこの穴が本当の穴に変わっています。でもこれをつまみ取ると、また元の魔法の穴に変わってしまいます。